部屋は防音ですよね。全然違いますよ。普通の、ただの普通のマンションの一室です。エレキギターこんなヘッドホンで聞いてて、防音なんかする必要全くないですよ。全くない。ギターのアンプだって、あの爆音鳴らす。じゃあ防音室、100万円の防音室買いました。これで爆音鳴らせるわって絶対無理だから。むちゃくちゃうるさいから。スタジオとか行って、隣の部屋の音聞こえてきますよね。あんな感じになるから。余裕で聞こえてくるでしょ。あんなに聞こえたらもう全然ダメでしょ。マンションとかで隣の家めちゃくちゃ苦情きますよ。もう防音室なんかだから結局役に立たないんですよ。